愛の月日が流れたのだろう。長い長い年月、私は待ち続けていた。母なるクリスタルの加護を持つ。光の戦士と呼ばれる彼のこと、少しばかり変わってしまったな。悲劇を止めなければならない。第七霊祭を超える新たな悲劇を。たとえそれが歴史を書き換えることになろうとも、そのために前が闇の戦士となるのだ。